はい、どうもアルキオです。ということで今回はですね、タイトルとサムネイル見てもらったら分かる通り、そのまんまです。PC ぶっ壊れました。はい、サムネイルとかタイトル詐欺ではなくて、本当に PC がぶっ壊れました。はい、ということでね、何がぶっ壊れたかと言いますと、まあもしかしたら、もしかしたらってか多分ほぼ100の確率でこの動画中もちょっとなるんですけど、ワンチャンね、音声が途切れたり、ちょブツブツ音がちょ入っちゃうかもしれないんですけど、本当にそこは申し訳ない。で、何がぶっ壊れたかっていうと、1試合にもう5、6回ぐらい、10秒間ぐらい PC がフリーズします。はい。対面中とかも急にフリーズし始めて、なんかもう何もできないみたいなことが起きて、で、今、フォートナイトに、もしかしたらね、この動画が上がってる頃には直されてるかもしれないんですけど、ダイレクト X11 とパフォーマンスモードは、なんか、プチフリーズするみたいな、一瞬フリーズするよみたいなバグがあるんですよね、フォートナイトに。それとは全く別物。もうそれはさ、一瞬なんか、ちょんって固まって、あ、なんか固まった一瞬みたいな感じのバグだと思うんだけど、それはあるんだけど、まあ、それはバグじゃん、バグだからいいんだけど、それもあって、上での10秒間フリーズみたいなのが入って、しかもなんかやばいのがゲーム音も途切れるし、もう俺から聞こえてる音も途切れてるし、配信で聞こえる音声も全部途切れるのね。俺の声とゲーム音声とかも全部、通話相手の音声とかも全部途切れて、で挙句の果てにたまにディスコードの相手の音全く聞こえなくなる時があって、いちいちディスコードを入り直さないといけないみたいな。まあ、あとはもうマジね、感度がマジバグるのよ。そう、感度がめちゃめちゃバグって、なんかもうね、マジなったら一瞬でちょっとカメラ、手元カメラちょっとつけて見せたいんだけど、振り向き40センチぐらいの男になるんだよね、その時だけ。多分40センチ以上あるかもしれない、もはや。あ、これ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 やばくない？これ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 、やばいやばいやばい、もう、あ、これです。はい、今のです、今の。はい、これがね、大会中とかにもなるんですよ、今の試合です。はい、これがね、大会中とかにもなって、まあまあまあ、あとでちょっとそれもな、まあ、まあ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 、もう何個かっていうか、もうえぐいなってて、マジ最近の大会もうこのせいでね、配信もできないし、もう何もできないんですけども、こんなんじゃ練習もできなくて、どうしようみたいなね。だからもう PC ぶっ壊れちゃって、ちょっと配信もできなくて、最近ちょっと申し訳ないっていう感じなんですけど、本当にね、これに関してはどうしようもないですね。もう全部ね、対処法も試してちょっとねつけとくか。ちょっとね、マジ固まってる時もうね、マウスがまもう効かないんですよ。まずもう反応が、マウスの反応がもうなくて、ちょ見せるわ。ちょっとこんな感じで、ちょっと手元のっけとくんで、ちょマジ、まあちょ固まった時ちょっと見てみてほしい。これがもう大会中にもう5、6回とか、もう余裕でそんぐらい頻繁に1試合に何回も起きちゃって、だ移動中とかその対面中とかになったらもう死んじゃうみたいな。もう頑張って耐えるから、ちょっとあんまりこのバグの時はもう頑張って耐えみたいな時間を作って、この1回来たらなんかちょっとだけ来ないんだよね。そう、数分だけ、そう、数分、これ1回来たら数分来ないから、来たらなんかするみたいな。だから来るまで待つ、そう、来るまで我慢して、来たら数分間大丈夫だから、その数分間でちょっと頑張るみたいな、もうそんな感じのことをずっと最近大会でやってて、まあ、もうやりたくないよね、そんなね、なんか固まんのに怯えながらさ。しかも1回なったら、そう、数十秒、あんぐらい、もう本当にあの時間ぐらい、あの時間はもう最低かかるね。それ結構ばらつきがあるんですけど、かくつき時間にも、さっきの塊時間ぐらいはもう最低で起きます。はい、であれでなんかディスコードの音も聞こえなくなったり、なんかもうしちゃうみたいなね。結構 X の方ではこれ言ってて、ね、いろんな人がね、なんかいろんな対処法、なんかその CPU が悪いとかいうあれで、いろいろね対処法を教えてもらって、全部ちょっと本当に試してみたんですよ。本当に全部試した、一つもね試してないことがないぐらいには試したんだけど、ちょっともうね治りそうになくて、そうだからちょっと多分新しい PC をねちょっと買うしかないんですけど、
ちょっとねさすがにやばいね。もうこれでなんかトリオキャッシュとかも予選突破して頑張ったりしてたんですよ。いやさすがにこれはもう無理だと思って、最初はなんかフォートナイトのさプチフリーズが原因なんかなと思う。あ、やばいやばい。ああ、これパンドやばくない？これはい、これです。普段これだよ、これ今の速度に回したこれね。わかる？この感度の差。ちょ、ごめん、今画面酔った人いたらマジ申し訳ないんだけど、今のでその画面の固まり具合がどんなもんかちょっと分かったと思うんだけど、これがもうこのぐらい、もうそのもう頻度えぐいぐらいの頻度でちょっと、オーマイゴーシュ、固まっても、うまいプレーはできます。はい、プロなんで。はい、さすがにね、こんなんじゃちょっとまともにフォートナイトもプレイできないし、もう今ね悪化してってるんだよ、ね、どんどん。しかもそう、最初の方の症状はね、もうちょっとね、もうちょいなんか軽かったんだよ。もうちょっと秒数が短かったり頻度が長かったりしたんだけど、もう頻度短くて1回なった時の秒数が長くなってきてて、このままだとまともにプレイできなくなっちゃうなっていうので、あぶねー、こわー、今の対面こわー、こわすぎ。普通にこういうさ対面中にさ、もうガクガク、さっきのガクガクになったらもう終わりなんだよね。そう、もう負けです。そう、負け、もう諦めて、もう先よく死ぬしかない。これね多分バグ関係ないと思うんだよね、フォートナイトの。もう本当にレベルが違うぐらいカクついちゃってて、これを伝えたくてちょっと動画にした感じ。本当にもうこの症状改善したいとかじゃない。本当にね、最近ちょっと本当配信もできてなくて、だから全く大会とか、その俺もねソロランク配信とかめちゃめちゃしたいんだけどできないんだよね。こんなんじゃできないし、俺の音声も途切れるじゃん、俺の声も途切れて、ゲーム音も途切れて、もう全部途切れちゃうのね。だから動画も撮れなくて、あんなやっぱなかなかね、そのバグったりして、あ、今のがちょっと今一瞬カクってなったでしょ、多分あれが今のフォートナイトのバグのプチフリーズなんだよ。そう、多分みんなね体験してるのはこれなんだけど、このプチフリーズね、これよくあると思うんですけど、これじゃないこれもあってのあれもあるからね。バグだわマジ。俺ソロ大会で俺ハイブッシュナカハイドに撃たれた瞬間にこれなったからねマジ見てほしい。ちょ、流すわ、どうぞ。なんかハイドされてたし、気づいたのにもうクソもらったダメージ。ミニフロッパーでいくわ。あ、やばい、あ、やばい、ハイド来た、もう固まってる、助けて助けて、勝ってる、固まってる、入る、助け、連れて行かれそうな、生きた。はい、まああんな感じでね、もうやばいでしょ、やべ、ハイドいたと思ったら、そっからガクガクなって、もう頑張って耐えてどうにか勝ったんですけど、急になったんだよね。しかもこれそう、もともとなかったのになんか急になり始めて、えみたいなね。おお、胴体死に入れた、やばい、これ対面しても大丈夫かな。ワンチャンもうそろ固まる気がするんだよね、時間的に。時間的にはもう固まってもおかしくない。やばー、助けてー、助けてー、助けてー。はい、まあこんな感じです。この頻度でこれが起こります。はい、終わりです。はい、今はまだどうにかギリできてるけどね、ギリできてるけど、もうこれが悪化していったらもう無理、もう無理、これ以上悪化したらもうね、もう無理だね、もうギリでもできない、さすがに。だから今のうちにこれ戦わないといけない。あ、来た、今のもフォートナイトプチフリーズでしょマジもう訳わかんないんだよな。原因がよくわかんなくて、何がいけないのかが分かんなすぎて、今ね、なんか新しい PC 買うかも、今渋ってて正直。いや、パソコンって高いじゃん、もうさ、そんな、
さ、うし、くちゅーをつって買える金額でもないから、どうしよう。どうしよう、助けて、助けてって感じなんですけど、今。買っちゃおうで買える金額だったら買っちゃうんだけどさ。ハイスペックのものを買った方がいいじゃん、やっぱ PC なんて買うんだったらさ。だからまあ、その本当に最高スペックとか、その辺のものを買うってなると、まあ、そりゃね、なんかもう今だと。やばい。あ、今回早い。来た。ナイス。やっぱ最高スペックのもの買うってなると、まあ、80万ぐらいはするんですよ、やっぱり。うわあ、来た、出たー、そのバグ。それ使っていいか分かんないランキング結構高い。そう、70万とか60万ぐらいするのかな、分かんない。ちょっともう調べてす、怖くて調べてすらないんだけど、買ったら多分治る話やから、これに関しては。だからもう買うしかないんだけど、もう買っちゃえばいいんだけどさ、原因が分かんねえんだよな、まして。オッケー、きたー、ミニガン、きたー、ミニガン、きたー。てかこれやばくない？これ、俺グラップラー捨てようかな、球界だし。ヒビスラ抜いてミニガン打っとけば、このバグにも勝てんじゃね、このバグってか、この PC のあれにも。やっぱり来た。あ、違う、あ、これフォートナイトの方のプチフリーズです。もうわけわかんねえよ、助けてくれー。オラ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 、ちょ、意外と弱い、意外と弱い。え、今乗ってないの？やばい、ミスった。まあ、普通に負けましたと。そうだからね、ちょ、最近ちょっとフォートナイトもね、練習できてないんですよ。そう、もうこのバグになるからなっていう、ちょっとモチベの低下が来てて最悪まして。今結構さ、今トリオ大会めっちゃあって、まあ割とね、そのトリオキャッシュとかもまあ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 普通ぐらいで、まあこっからちょっと頑張ってOG で俺は追い上げて来年頑張るぞっていう気持ちだったんだけど、ヒューンジョンって感じ。今棒グラフ、ヒューンジョン、これヒューンビョンって感じだから、これマジ辛いですということで。いや、まあまあまあ、もうとりあえず、もう俺は動画にしたいことは伝えれたんで、まあとりあえずこの辺で動画しみようかなと。ちょ、負けて、申し訳、負けちゃって申し訳ないんですけど、これ大丈夫？あー、これやばー。あーあー、マッチ中じゃなくてもなりまーす。ということで、PC ぶっ壊れちゃって、ちょ、配信とか、ちょ、できてなくてごめんねという、ちょ、報告動画でしたということで、はい。はい、もしね、この、よくないけどね、この動画。この動画よくないけど、よかったらチャンネル登録、高評価。ハルキオの不幸、最高、蜜の味、おいしいって思った方、よかったら。高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますということで、またちょっと次の動画、いつ上がるか分かんないんですけど、よかったら、次の動画とか配信でお会いしましょう。バイバイ。